はい、どうも社畜です。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひねこれを機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということで皆さん、こちらの画像をご覧ください。これ何見えますか？そう、センベルなんですよ。そう、センベルね、センベルあればいろんなことできますよね。まあそういったね話はさておき、まあとりあえずねセンベルあるわけで、でこれをどうやって入手したかっていうとですね、これね実は映像だったんですよ。で僕がここのシーンだけスクリーンショットしたんですけど、これ実はですねスコップで地面を掘ってセンベルをゲットしてるんですよ。まあ厳密には光る地面ってものが存在していて、そこをスコップで掘り上げるとセンベルゲットできるという、そういったロジックになってますね。ちなみに飛び盛りだけをやってる方なら光る地面ってなんやねんって思うかもしれないんですけど、実はねこれ昔の銅盛りであったんですよ。だからまあ簡単に言うと原点回帰なんですよね。昔の銅盛りだと光る地面というものが存在して、それを掘り上げるとセンベルゲットできると。ちなみに昔の動物の森の話になっちゃうんだけど、光る地面にスコップを埋めるとなんとですね金のスコップがゲットできるんですよ。え、確かこれで合ってるよね。え、ごめん間違ってたら多分合ってると思うので、いやーまあそういったところでね、割とね今までリストラされてきた機能とかそういったものがねここに来て最新作で復活してきてるんですよ。本当に地味ですけど、まあ個人的にはねE プラス時代から僕もね銅盛りやってるので嬉しいですね。やっぱこういった昔の世界観っていうものが復活するのってまさかここに来て復活すると思わなかったけどね。はい、まあそういったね感じです。だからまあ簡単に言うとですね、地面を掘りまくればお金を稼げるんですよ。はい、まあ大して稼げないですけどね。あ、そしてこちらの画像もご覧ください。これ何に見えますか？そう、岩からねお金が出てるんですよ。まあこれがね具体的に何ベルに相当するのかっていうのをまだわからないんだけど、おそらく100ベルじゃないかなと思いますね。まあコイン形式なんでね、ベル袋であればおそらくね1000ベルだと思うから、まあ1000ベル以降か。だからまあこれはね100ベルなのかなと思ってます。この画像に関しては去年から出回ってはいるんですけど、まあ、改めてねこの画像を見て思ったのは、未だに岩叩いて金が出るんだなと思いました。正直さ、今までずっと疑問に思ってたんだよ、なんで岩叩いてお金出るのみたいな。まあまあ嬉しい限りではあるんだけどさ、ぜひねこれ銅盛りの世界だけじゃなくて現実世界でも実装してほしいですね。岩叩いたら金が出るみたいな。いやマジでさ、それだったら本当に俺もう毎日岩100回でも200回でも300回でも叩くよ本当岩叩きが職業みたいな。はい、ということで今までの話で何が言いたかったかというとですね、お金の稼ぎ方っていろいろな方法があるんだよっていうことを言いたかったんですよ。例えばフルーツを売るだけが金稼ぎじゃないし、まあ、株をね買って売ってその差額で儲けるっていうのもあるんだけど、こういったね地道な岩叩きであったりとか光る地面を掘ることでお金もゲットできますよっていうのを改めて言いたかったわけです。はい、まあ、結構ね根本的な問題になるんですけどね。はい、ということでまあそんな感じですね。ちなみになんですけど、僕はね岩叩いて金を稼いだりとか光る地面を掘ってお金を稼いだりとか、コスパ悪いんで絶対しないですね。ああ、やっぱレッドブルっすね。やっぱレッドブルうまいわ。今さレッドブル飲んでるんだけど、やっぱこれだね。最近さモンスターエナジーとかリアルゴールドとか、まあ眠気覚まし代わりに飲んでんだけど、やっぱりね味とカフェインをね両立できるドリンクって俺レッドブルだけだと思うんだよね。まあ人によってはモンスターエナジーうまいっていう人いるかもしれないんだけど、やっぱりねレッドブルの方がうまいかな。まあ一時期モンスターエナジーファンで毎日のようにモンスターエナジー飲んでたんだけど、何なんだろうねレッドブルのこの喉越しさっぱり感、これがねマジでたまんないんですよ本当。まあ高いけどね本当に。何円ぐらいするんだっけこれ、200円ぐらいか。ちなみにね純粋なカフェインの量だと多分モンスターエナジーの方が多いんかな。まあ僕ねそんなカフェインマニアじゃないんでわからないんですけど、
そもそもね、レッドブルって量少ないからね。うん。レッドブルが確か、なんぼやこれ。185か。で、モンスターエナジーって350っすもんね。で、2倍ぐらい違うっすもんね、これ、大きさ。うん。まあ、ちょっとね、サイズ大きめのレッドブルもあるんだけど、ただね、大きすぎるのはダメだわ、あれ。飲みきれない。うん。飲みきれないし、なんかね、一本飲んじゃうと腹壊すんすよ。います?僕と同じような現象の人。何なんだろうね。カフェインが強すぎる飲料ね、一気飲みしちゃうと腹壊すんすわ。まあ自分が弱いだけかな、これ。カフェインに。どうなんだろう。けどね、カフェインめっちゃ効くんだよね。本当に。はい、まあそういったところで飛び盛りやっていきますか。すまんすまん。なんかさ、めっちゃ謎の雑談入ったな。しかも2分ぐらい。はい、そういったところでやっていきましょうか。うん。飛び盛り、やってこうぜ。うん。いやー、カフェイン飲んでね、めちゃくちゃ元気になったわ。最近ね、なんかキッズかどうかわからないんだけど、夜のね、10時ぐらいには眠くなるんだわ。やばいでしょ、10時って。で、最近ね、めっちゃ朝起きるの早くて4時半に起きてんだよね。4時半に起きて夜10時に寝るみたいな、謎の生活を送ってるわけなんですよ。4時半ってさ、まだ外暗いんだけど、ね。まあそういったね、ちょっと健康的な生活を送ってるんですけど、できればね、朝の6時に起きて、夜の12時ぐらいに寝るのが理想ですね。うん。はい、まあそういったところでやっていきましょうか。ってか雑談長すぎじゃね?もう多分これ3、4分ぐらいさ、雑談してるよね。飛び降りまだ何も始まってないんだけど、これ。で、今何時これ?ああ、1時か夜中の。え、マジで深夜1時か。ちょっと待って、タイムトラベルしといたらよかったな。え、こんな時間に誰か起きてる?これ。起きてるかな?うちの住民。たまにね、フルメタルくんが起きてんだけど、他はね、多分起きてないんじゃないかな。みんなね、うちの村良い子なんでね。もうぐっすりっすよ。夜の10時ぐらいになったら。もう誰もいないみたいな。孤独な村みたいな感じになってますからね。で、フルメタルくんを探しに行きましょうか。多分ね、フルメタルくんはいると思うんだよね。深夜の2時ぐらいまであの子起きてるでしょ、多分。まあ、どこにいるかわからないんだけどさ。ちょっとフルメタルくんのところ行きたいね。あ!すみももちゃんも起きてんだ。へえ。ってことは、どっかにおりそうやけど、どこにおるやろうな。ちょっと下らへん行ってみる?あとさ、ジンピーは多分寝てるよね、さすがに。あ、寝てるね、やっぱり。どこらへんや?どこらへんにいる?ちょ、待って、今、ゲップしそうになったわ。ちょっと待って、レッドブルとかさ、炭酸飲料飲むとさ、ゲップしたくなるよね。ちょ、実況してるときさ、結構困るんだけど。あ、シルエットちゃん、こんちゃ。よう、元気にしてた?あら、社畜くん、ごきげんよう言えてる。ところで何か私にご用かしら。何か聞かせてくれ。ねえ、社畜くん、聞いてちょうだい。蓄音機を持ってるのにまた同じものを買っちゃったのどういうことやねん。しかもさ、この時代に蓄音機って。え、みんなさ、蓄音機って知ってる?俺はさ、ギリギリ知ってるんだけど、実物は見たことないね。まあ、単語だけ知ってるみたいな。もう世代とさ、全然違うから、どんなものかどうかわかんないんだよね。何をするものかわかるけど。よかったら定価の1840ベルで引き取ってもらえないかしら。ふざけんなや。そこはさ、せめて半額にしようぜ。920ベルとか。まあ、金に余裕あるから買っとくけど、次回からさ、割引頼むぜ。社畜割引みたいな。ね。一応村長なんで割引いてもらわないと困りますよね、ほんと。また何かあったらお願いね、言えてる。完全に金づるになってんだけど。うわぁ、なんか財布歩いてるわ、みたいな感じで思われてそう。とりあえず社畜財布だからさ、ぼったくってやろうぜ、みたいな。なんかそういうね、空気が最近住民の中で流れてるんですよ。あ、待って待って待って。おいえ。こんにちは、フクロウ様。こんにちは。わあ、どっか行っちゃった。なぜね、今、フクロウに絡んだかというと、この間ね、あつ森の CM があったと思うんすよ。そこでね、なんとフクロウが出てたんですよね。うん。で、そのフクロウとちょっと見た目をね、比べてたんですけど、やっぱ全然違いますね。あつ森の方が断然リアルな気がする。はい、まあそういったね、話はさておき、今日の動画はこの辺りで終わっていきますか。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。
ではまた次回のあつ森動画、とみ森動画でお会いいたしましょう。バイバイ。